はい、皆さんこんにちは、ビジマイです。今回第45回目ということで、今回紹介するトランプはこちらです。はい、まあ、ここに書いてあるんですけど、ダン&デイブさんがプロデュースしたファンタスティークというトランプになります。これなかなか面白いトランプです。ちょっとした仕掛けもあるので近くで見てみましょう。はい、近くで見せるとこんな感じです。はい、下にですね、マダー&デイブさんの BD が入っております。そして、まあ、こっちには The D&D Playing Cards CO マダー&デイブさんね。で、ここに名前がファンタスティックというふうに書いてあります。で、なんかよく見るとデザインがすごい凝ってて面白いんですよね。これ花のイメージなんですかね。で、下にプレインカールズで、ここになんか道化師みたいなのがいます。で、なんか自転車乗ってますね。バイシクルのようだ。はい、では中を見ていきましょう。一応ブランクカードがなぜか2枚あります。で、スペードのエースがこんな感じ。すごい凝ったデザインですよね。で、この方は何をやってるんだっていう。おじさまはなんか一人チェスやってますね。はい、こんな感じです。で、今回はですね、まあ、ある仕掛けがこのトランプにあるんですけど、順番に並んでいます。で、スペードは普通に黒いですけど、まあ絵札は白黒ですね。ですけど、ダイヤとハート、つまり赤は銀色になってます。ちょっと反射して見にくいですね。こんな感じで銀色です。で、こんな感じでね、ちょっと順番に並んでます。表はこんな感じで、ジョーカーが2枚あって、まあ、ジョーカーとなんかいろんな人や物でジョーカーというふうに字を作ってます。いや、面白いですね。で、これがもう一枚ジョーカー、まあジョーカーっていう名前は書いてないんですけど、で、これもなかなか鳥人間か、なかなか面白いですね。頭からなんか出てきてるし、どっから突っ込めばいいのか分かんないですね、これね。はい、裏はこんな感じです。まあこっちの箱と一緒ですね。まあ、こんな感じです。で、実はですね、こう仕掛けがあって、だんだん見ていくと、実はある部分が減ってきてるの分かりますかね。あとはちっちゃくなっていくというか、最後を見ると分かるんですけど、ここのね、電車みたいなのがなくなってるのと、あ、こっちに今ん違ういいのかなくなってるのと、あとですね、実はですね、途中でここは全部木が生えてたんですけど、後半になっていくと木がね、減っていってるっていう、減っていってまた増えてるっていう風なデザインがあります。で、弾いていくとよくわかるんですけど、もうこんな感じでね、面白いですよね。電車と木が動いてる。で、よく見るとこのサーカスの方っぽい人は漕いでます、自転車を。こんな感じで、まあ、これ順番に表を揃えないと、こんな感じ、エースからキングまでを順番に揃えないと見えないんですけどね。この絵はこんな感じです。ちょっと見にくいっすね。よっ、なかなか面白いですね。なんか凝ったデザインですね。面白いです。で、こんな感じでなかなか面白いです。もう切っちゃった。切っちゃうともう見えるのが、こっちゃうわ、結構パラパラになっちゃいますね。サーカスの人たちが面白い。それはどうでもいい。で、ダーノ・デイブさん、やっぱり面白いデザインで出されますね。あと、材質とかも
通に使いやすいです、このトランプ。フラッシュでもマジックでも普通に使えるトランプじゃないかなと思います。はい、今回はファンタスティークの紹介でした。なんかこれ確かフレンチドロップで売ってたんですけど、まあ、今では売り切れになってて、他のサイトとか見たんですけど分かんなくて、あと手に入れるとしてはヤフオクとかになるのかな、まあ、興味ある方は調べてみてください。ということで今回はダン&デイブさんプロデュースかな、デザインしたのか分かんないけど、ファンタスティックの紹介でした。でもね、夏だから手がベットベトになるんだよね。多分マジシャンならこの気持ち分かると思うけどね、大変ですね、これからの季節は。ということでありがとうございます。